天然ガスの投資プロジェクトで100倍の利益という嘘の投資話で鳥栖市に住む60代の男性がおよそ100万円をだまし取られました警察によりますと去年12月鳥栖市に住む60代男性が副業をネットで探していたところ日本人を名乗る男から投資顧問がサポートし成功を保証しますと 投資に勧誘するメッセージが届きましたその後投資顧問を語る男から天然ガス投資プロジェクトで21ドルが2000ドル以上の利益になると SNS で連絡があり投資費用として3回にわたりおよそ100万円をネットバンキングなどで振り込みましたその後不審に思った男性が警察を訪れ被害が発覚したということです